今回なんですけども、篠原涼子さん、市村正親さん、はい、離婚されたと、はいはい、ということで、びっくりしました。なんですけども、その後に篠原涼子さんに熱愛報道みたいな、スーパーアワーっていうグループ、ちょっと熱愛報道が出てしまった。そうですね。いや自分としてはまあね、いつも他人のことはやっぱりわからないんで、途中経過は全くわからないんで、本当にびっくりだし残念だし、実は結構ご夫妻とも、まあ行くレストランが一緒だったり、イタリアンとか、あと焼き鳥も一緒だったり。そうなんですか。そうなんですよ。いや実際、食べたこともご飯とかもご一緒したこともあるし、でもすごいやっぱりこう明るいっていうかね、特に市村さんの方が体をちょっと壊されたりして、ですごいそれでもね頑張って、まあいわゆる仲睦まじくっていうか、そういう風に、ずっと思ってたんでびっくりしましたけどね。年齢差24歳なんですよね。そうそう、いやでも全然そんな風に感じないし、っていうか人間ってやっぱりその24歳違いでもあっという間にまあ年齢差がなくなるぐらいになっちゃうんですよ、別に。だから篠原さんももう47なんだみたいな感じで、僕らはもう20代のそのアイドルの時から女優さんになる時とか、いろいろテレビでもね何度もご一緒してるんで、意外と篠原さんっていうのは、その例えばアイドルをやってた割にはまあ普通というかね、いい意味でですよ、普通で。実際にはそんなに。そう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 、なんていうかな、もうちょっとね、それは一世を風靡したわけだから、普通で言うとすごくこうね、位置的にも高いわけじゃないですか、芸能人としても。でも全然そんなことなくて、ちょっと普通の女の子に近いようなんでびっくりして、まあ一緒にね共演した時もそんなことがありましたけどね。ドラマってやっぱりね大将なんですよ、女優さんであってもトップなんですよ、リーダーなんです。だから一軍を率いてる、だからそういう心労とかことを考えるとね、ただ両立してますところか、そのもう異次元の大変さっていうのがあるので。でもそんなプレッシャーとか、その華やかなところでこうまあ出世されていった篠原さんが、やっぱり普段そのまあレストランとかね、お会いしたり、それからお食事一緒にした時も、やっぱりねものすごくこう丁寧で、まあ、そつがないっていうか、まあ、とにかく気配りというかね、素敵な方なんですよ。そこがだからすごいなと思う部分であって。で、市村さんは市村さんで、まあ、本当もう冗談が好きな、もう、まあ、おっさんですよ。だけど、ね、いや、本当に、それから気さくな方なんですが、大先輩だけど、難しいところがあまりない方で、石田さんよりも俳優業ではもう全然もう大先輩ですけど、まあ年齢もね、まあ5つ6つ向こうの方が上なんですが、そうやってこう普通にこう話してくれたりとか、気さくな方で、ちょっとほら難しそうじゃないですか、それは芝居とか、それはいろんなもうすごい役やったりするけど、そういうおどろおどろしさみたいなの全くない、もうフラットな明るい方。ちょっと僕なんか怖そうと思ったんですよ。いや全然怖くないですよ。そうなんですか。でね、もっと感心しちゃうのは、これ言っていいのかな、ゴルフ場でお会いした時、前の組だったんですよ。まあ楽しそうにやって、ゴルフって意外と真剣にやるとね、もう口聞かなくなって、まあちょっとは喋ったりしても、もうそれがもうバカ騒ぎみたいにわーとかゴーとかやって、楽しそうな人だな、いやそういう人たちだなと思って見てて、ハーフ上がってきた時、前の組がその市村さん正親さんだったんですよ。こんなに明るく、まあ、吹っ切れたように楽しくっていうね、それが市村正親さんなんですよ。だから俺も見たことないぐらい、もうわーわーキャッキャーやって、もうそれこそまあ女子高生のように、まあ男子なんだけど、それぐらいこうもうわーとかキャーとかなんか言ってわーってやって、いやー楽しそうに会ってる人だなと思ったら、市村正親さんとまあお仲間お友達だった。だからまあ今からそのうがった見方じゃないんですけども、もう吹っ切れてもうカーってなんかやってるようなものなのかなって思うぐらいなんですけど、まあでもそこはね分かりません。でもとにかく明るくて、あんなね
あんなそのゴルフの楽しくやってる人を見たのはもう本当にまあないですね。だからこうもちろん舞台ではそういうまあ一時代を築いた、まあまだ気づいてもいますけれども、こう看板俳優でね、演劇界をまあ背負ってきたというか、まあ重鎮ですけど、でも普通のところで会う市村正親さんはもっとこうさらっとしてて、でもあのおかしみのあるというかね、ユーモアのあるそういうまあ素敵な人ですよね。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。篠原さんに熱愛報道の記事がスーパーノヴァっていう韓国のアイドルグループ、まあそうですね、そのスーパーノヴァのグァンさんと篠原さんの熱愛報道が出たと、でも双方否定はしてるんですけども、はい、まあ、そういう記事が出ちゃうと、あれちょっと離婚円満、これは何かの演技だったのかなとかって思っちゃったんですけど、どうなの。いやでも円満は円満もありうるじゃないですか、いろいろほら長いこと生きてると、まあそういうこととかね、報道されてるのが事実かどうかは分からないから何とも言えないんですけど、そういうことは、まあ、あっても不思議はない。まあそれだけもうチャーミングで魅力的だし、それからやっぱりこう仕事でね、いろんな方に会う、でそれも当然現役である以上はそのすごいこう素敵な、まあ、俳優さんだった俳優さんとか演出家とかね、そういうの心が動いたり、まあ、あるいはまあちょっと仲良くなったりとか、そういうのはあるかもね。スーパーノヴァってご存知ですか。うん、よく知ってますよ。だからリーダーのユナクっていう、まあこれも非常に日本語とかも抜群にうまくて、お会いしたことが石田さん実際にあるんですか。そうそう、だから2度ぐらい、あの一緒にご飯食べたりとか、あとまあテレビ番組をねちょっとこう紹介して、そういうのもあって、で、あの、そうそうそう、だから誰に紹介するんですか。まあそれは言えないけど、ちょっとお偉いさんに、いやいや、あの番組に紹介したんです。そしたら、マジですかみたいな喜んでくれて、まあそれでこう出ることになったりとか、そういうのもあったりしたんです。実際そのどんなグループだろう。あ、ユナクとかだってよく何度も大阪とか名古屋で飯食ってます。実際に会って感じたのはすごくこういい連中だし、歌もうまいし、とにかくもう応援したくなるような、そういうグループですよね。みんなそれぞれキャラクターがあって、親日でもあるし、とにかくまああの素敵な男たちなんで、それこそ国境を越えてもね、あの応援したくなるような人間たちですよ。はい。篠原さんの話がどっか行っちゃったけどね。でも篠原涼子さんがこれからどういう風なね、お仕事とか生き方をされていくかは、もちろん僕が知る限りでは本当に素敵な女性だし、人間力というかある女性なんで、そこをやっぱり生かしたお仕事をやっていってほしいなと思うし、そういう彼女を応援したい。あのもちろん旦那さんのね、市村正親さんに関しても同じですけど、素晴らしい人として、そういうものを僕らもやっぱり人間力をやっぱり高めていかなくちゃいけないっていうことを思わせてくれるような、そういう2人だったんで、これからも頑張ってほしいなと思いますね。はい、ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。